あ、いてててててて、いて。うわ、開き当たろ。お、え、え、ここは？え？あっち、あっち。なになになに？おー、びっくりした。やっと起きたか、人間。ようこそ我が地獄へ。お前は、なんだっけ？誰だっけ？俺は、天国でお前たちを騙して脱獄した、堕天使ルシファーだ。そうだ、前回俺ら、天国からここに落ちてきたんだけな、太郎。そうだよ、それがまだ目の前にいるんだよ。あの時は助かったぜ、まったく。さあ、俺たちを利用しやがって。逃げられるぞ、早く人間界に戻せ。そうだそうだ、俺たち人間界に戻りたいんだよ。ねえ、別にルシファーが俺たちを騙したことはさ、別にいいから人間界に戻してくれない？なんで笑ってんの？息詰まってる、息詰まってる、大丈夫ですか？面白すぎだぜ。なんで笑ってんのよ。いや、なぜお前たちは今俺に対等な立場で話しかけているのかなと不思議に思ってな。俺たちは命の恩人だろ。対等どころか俺たちを上に思って大事にしろよな。黙れ。お前たちはこの悪魔の世界に落とされた。つまりお前たちは今日から俺の手下だ。おいおい、ふざけんなふざけんな。もういいよ、ケンタロウ。そうだよ、こいつなんかにさ頼らずに、もう自分たちで人間界にさ戻る方法探そうぜ。そうだな、どっかにゲートとかあるだろ。ね、じゃあな。まったく、話のわからない人間どもめ。え、よし、決めた。お前たちがこの地獄の世界で俺の手下として生活する覚悟ができるまで、お前たちを永遠に地獄刑務所に監禁することにしたぜ。で、地獄刑務所？お前こんなことしたらまた大天使さんが前みたいにお前のこと捕まえに来るからな。お前たちは何にも知らないんだな。大天使一人ごときにこの俺様が捕まえられるわけがないだろう。お前たちを落としたあの後、エンジェル刑務所も大天使も全て俺が支配してやったよ。いえ、そんな。もういいだろう。じゃあ地獄刑務所へようこそ。ドアーガあ、うわ、ケタロようこそ地獄刑務所へ。こいつふざけやがって。まずはそのお前たちの天使の羽がなくなるまではこの刑務所にいてもらおうかな。え、天使の羽？天使の羽。うわ、生えてる、キャタロ。また生えてきてる。俺も？うん、ほんとだ、あれ生えてる、いつの間に。それじゃあとりあえずは俺は久しぶりの地獄を堪能してくるからな。おっと、逃げ出そうとしたら後ろのボロ雑巾みたいになるから気をつけとけよ。じゃあな。行っちゃった。え、ボロ雑巾？後ろのボロ雑巾、そんなもんどこにもないけど。何ボロ雑巾って。いえ、ちょっと待って。ケンタロウ、あれ、この人、俺たちを天界に連れ去った大天使さんじゃない？ちょっと、大天使さん大丈夫ですか？目覚ましみたい、大丈夫ですか？まったく、とんでもないことをしてくれましたね。すいません、お兄ちゃんが。とんでもないことをしてすいませんでした。俺のせい？いや、いいの。もう謝られても時は戻りませんから。それにしてもどうしましょう。どうにかしてルシファーを止めないと。え、止めないとどうなっちゃうの？止めないと天使と悪魔の力のバランスが崩れてしまい、悪魔が天界も人間界も全てを支配してしまうでしょう。え、そんな、俺たちが堕天使ルシファーを脱獄させたせいで。お兄ちゃんが、おいやいや、お兄ちゃんがあんなことしたせいで。なんで、なんで俺だけなんだよ。これはやめた方がいいってあんなって言ったのに。言ってないだろ。何か僕たちに手伝えることありませんかね、大天使さん。ありませんよ。天使の力も持っていないあなたたちに手伝えることなんて、な、え、あれ、あなた、その羽。あ、この羽はね、優しい天使さん
くれました。ね、お兄ちゃん、いらないこと言うなよ、いらないこと言うなよ、本当に。それは大天守の素質を持つ者が修行の末につけることのできる羽なのですが、どうやらあなた選ばれし者のようですね。この羽根、そんなすごいものだったの？とにかく素質のあるあなたなら大天守になれるかもしれません。お願いです。私たちのためにルシファーと戦ってくれませんか？え、俺が四天使に？え、四天使って何？何？四天長、四天長みたいな。そんなんなんじゃない？四天長？四天使というのは天使階級で一番上の存在です。まあ簡単に言えば最強の天使ということです。え、キノタロがそんなすごいやつに？あります。なら見てください天使。これは天使。嫌だな、こんな天使。ちなみになんですけど、その最強の天使になるにはこれからどうしたら？四天使になるには三大天使の加護が必要になります。三大天使？何それ？ミカエル、ガブリエル、そして私ラファエル。この三大天使から力をもらうことで四天使となりうるのです。ふーん。でもそのなんだっけ、名前忘れちゃった。宮崎、宮崎くんミカエルな、ミカエル、アミミカエルくんとガブガザキ、ガブリエルくんね。ガブリエルくんにはどうやって会うの？ここ刑務所だけど。実はすでにその二人もこの刑務所にいるのです。ね、なんで？なんで？2000年前、打天使ルシファーたちを止めるために戦った際、二人は捕まってしまったのです。最後の力でこの檻の外にあなたたちを送りますので、二人に会ってきてもらえませんか？そうすればきっとルシファーを倒す力が得られるはずです。なるほど、わかりました。ちなみにそれでその二人は今どこにいるんですかね？ここのガブリエルは西の檻に、そしてミカエルは東の檻にいると思います。よし、ケアだろ。とりあえずミカエルさんとガブリエルさんに会いに行くか。これが絶対最強の天使になって人間界にお兄ちゃんを戻してあげるからね。おお、心強いな。なんかよし、じゃあラファエルさん、ここから脱獄お願いします。それでは檻の外に送ります。あー、え、おお、なんか光が、なんだ、光が、チャキーン。おお、はっ、あ、出た、出れた。よし、ありがとう。よし、ケアタロ行こう、バレる前に。ありがとう大天さん、行ってきます。ちょっと待ってください。え、これを渡しておきます。私の加護です。これを見せればガブリエルもミカエルも全てを分かってくれるはず。それとこれ私の剣です。もしもの時のため持って行ってください。わかりました、ありがとうございます。じゃあ、加護持ってて。加護持っていいの？俺この剣持ってる。オッケー、よし、じゃあ行こうか。行ってきます。ありがとう。確か東にガブリエルで右にミカエルがいるって言ってたよな。どっちから行く？まあとりあえずガブちゃんの方じゃない？こっち？東、こっちかな。こっちから行くか。ガブちゃんの方行ってみよう。うん、ガブリエルんだ、ガブリエル。あ、ここなんか、この上は？あ、ライトあるからここじゃない？こっちだ、こっち。オッケーオッケーオッケー。ガブリエル、あ、待って、折りある、折りある。ほんと？行こう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 。こんにちは、キリキル、ほら、このキリキルも倒せ。俺が、ガブリキャタロ、ゲンで俺素手でしか倒せないけど。このゴミが、ゴミが言い過ぎ。こんな雑魚に倒してやる。ほら、この黄色のバラネグモ、これバラネグモ、閉じ込めてやる。この檻に、ちょ目覚まして。ちょ、閉じ込められた、閉じ込めたぜ。うわ、なんか出てきた。誰だ？変わったお客さんのようですね。ここに人が来るのは何年ぶりでしょうか？え？あ、あの、マスクこれ俺たち、え、だよね、絶対そうだよ。そうだよ、ガブちゃんだよ。ガブちゃん、ガブちゃん、俺たちラファエルさんにガブちゃんに会ってこいって言われてここまで来ました。話は全て聞いてました。私の力をお渡ししますので、どうかよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。お、カゴだ、ケンアタロウ。あ、カゴだ、ありがとう。はい、ケンアタロウ、こっちも。よし、ありがとう。これで家具2つゲット、ラファエルとガブリエルの家具だ。よし、じゃあケンアタロウ、次の場所に行こう。うん、じゃあお兄ちゃん頑張ってね。頑張ってね。え、
ちょ、俺どうやって出んのこれ。これどうやって出んの俺。あ、掴んであげるからこっち来て。お願い。よいしょ。ほら、おー、出してくれた。ここからちょっとキャット慎重に進もうか。それと次のところへ行く前に大天使さんに報告しよう。そうだね。あれってまさかあの後ろ姿。おい、あいつらをどこへ隠した。待てキャタロ、やっぱ大天使ルシファーだよあれ。ちょっとダメよお兄ちゃん、俺たちが戻らないと大天使さんが。ちょっと待て、今俺たちが戻ったってどうにもなんないよ、勝てないし。でもラファエルさんが。どうせまだこの刑務所にいるんだよ。見つけ次第食いちぎってやるからな。やばいケンタ、こっちに来る。やばい次はミカエルさんのとこだ。急ごう。そう、うお、なんだここ。あ、違う、これがセキュリティなのかな。上に捕まってるっぽい。ちょ、ケンタル行こう。うん、オッケー。俺は先に行くぜ。はっ、すごい、なんか綺麗だな。はっ、綺麗だね、音楽が鳴ってる。いて、落ちちゃった。おい、何してんだよ。くっそ、続きアスレチックの続きみたい。大変だな。こっち、着いた。すいません。ミカエルさん、あら、はじめまして。二人とも、私はミカエル。私たち天使のために戦ってくれて本当にありがとうございます。いや、いえ、そんな。もっとはといえばね、俺たちのせいで堕天使ルシファーがね。俺たちというか、お兄ちゃんのせいで。いや、なんでだよ。うちのバカなお兄ちゃんがね。なんで毎回俺のせいにすんだよ。ごめんなさい。ごめんなさい。お前何者なんだよ。本当にすいませんね、うちのお兄ちゃんがね。いや、しかし、こんな小さな少年に天使として宿命を背負わせてしまうのはあまりにも。せめて感謝だけでも述べさせてください。どういたしましてでいいのかな、これは。わかんないけど。じゃ、それではこれを。私の加護でございます。ほら、これで3つ集まったでしょ。ほんとだ、これで3つ。はい、ありがとうございます。集まりました。ミカエル、ガブリエル、ラファエル、全部の加護が集まったよ。ええ、その力を一つにまとめることで、戦士としての力を得ることができます。ここから降り、試してみてください。だって、キナタロウ、とうとう戦士だよ。うん、ちょっとじゃあ試してみます。ありがとう、後で助けに来るからね。頑張ってください、2人とも。よし、行くぞ、兄ちゃん。よし、ケナタロ覚醒の時だ。やってみる。神の顔を使ってみるよ。どうやってやるんだろう。合わせるんじゃない。とりあえず、3つ合わせるの。神の顔を全て集まれ。お、集まった。どうなる。おお、出てきた、出てきた。何が起きてる。え、剣が、剣が出てきた。ことはこれでキャンタロウが天使になったってことかな。取っていい。うん。ぐわー、なんだこれ。うわー、なんだこれ。いえ、けど自分の姿見てよ。え、なに。うわー、なにこれ、すげー。なんか強い技とか使えるかな。これが天使。なんか出てる。おー、うわー、なんだその技。すごい攻撃が使える。あー、おお。これが天使の力ってことか。これなら俺、あいつ倒せるかな。よし、じゃあキャタロ、早速もうさっきいたローに向かおう。堕天使ルシファーいるはずだから。どっから来たっけ。私、こっちか。こっち。この天使、ケナタロウザポーインバーイングーインにかなうと思うよ。誰だよその名前。ポーインバーイングーインだよ。目の前お前たち、一体どこに行ってたんだ。え、まさか、その剣。お前を倒すために俺は最強の天使になったんだよ。うわー、エンジェル、なすの。マスター。うわー、なんだ。めっちゃしびれたけど、なんだ今の技。え、動けない。え、お、俺様がこんなところで。天使にあがらす座天使は俺が許されるよ。うわー、強気やだろ。見たか、お前たち、俺が新しい主天使ケ
名前コロコロ変わりすぎでしょ。まあでもよくやった、キナ太郎。お兄ちゃんも大丈夫だった？大丈夫だったよ。あの大天使ラファエルさんに報告しに行こう。そうだね、お兄ちゃんもその剣持ってていいから。ありがとう。こっちだっけ、ラファエルの剣。こっちこっちこっちだよ、ラファエルさん。あ、いた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 。二人とも本当にありがとうございました。いえいえ、僕たちこそすみませんでした。堕天使ルシファーを封印解いて、ね、ごめんなさい。それでケナソイさんは地球に戻りますか？このまま天国に戻り天使として暮らすこともできますが。いえ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 、僕はもう地球に帰ります。あ、待って、あれ、ラファエルさん、ケナソイ君はって言いました？はい、ケナソイ君は選べます。え、これは、え、あなたは四天使としてこれから天界再建のために働く使命がございます。聞いてないんだけど。は？どういうこと？四天使となったからには逆らえない運命なのです。さあ参りましょう、天使へ、天国へ。え、うん、え、キナ、え、キナさん、聞いてないで。おじゃ、お兄ちゃん、なんで浮いてんの？お兄ちゃん、あ、人間界戻らせてー。頑張れよ、ケナ太郎。